皆さんこんにちは。本日はですね、講演の方聞きに来てください。大変ありがとうございます。今日はですね、宇宙の塵を見るというタイトルで講演の方をさせていただきます。東京大学理学部天文学専攻の左近と申します。よろしくお願いします。はい。まず最初にですね、3つ面白い非常に問いをですね、書かせていただきました。 How does the work,universe work? How did we get here? Are we alone?この3つの問いはですね、実は NASA の大型プロジェクトのですね、サイエンスのクエスチョンとして長年昔からですね、提案されてきたものになります。この問いについて一番最初の問いはですね、おそらく天文学に関係すると一発で見ればわかるような問いではあるんですけれども、実は2つ目の問い、3つ目の問いについて見てみるとですね、実はこれはその天文学に限らずですね、我々人類がですね、古くからずっと抱いてきたすごく根幹に関わるようなですね、問いであることがわかると思います。3つ目のですね、Are we alone? という部分について、これはですね、人間あるいは人類というのがですね、非常にこう宇宙の中で非常にもう珍しくですね、貴重な存在としてですね、あるということはもちろん自明なわけなんですけれども、それが本当に我々だけなのか、あるいはその他に、そういうその生命体に、関係するですね、ものというのが宇宙の中にいるのかというのをこう探っていく試みというのは、これは非常にですね、学問としてもですね、大変面白いものになっているというふうに考えています。で、今日の講演はですね、この2つ目3つ目の、問いともですね、かなり深く関係するものでして、宇宙の塵、特に塵の中でも、有機物の塵ですねについての少しお話をさせていただきたいと思います。まず星間物質という言葉について少しちょっと説明させていただきたいんですが、宇宙空間にはですね、皆さんもご存知の通りですね、銀河がありまして、実は我々の住んでいる天の川銀河の中にもですね、すごく無数の恒星があって、その中の一つとしてですね、太陽系があって、我々がいるわけなんですけれども、その無数のですね、恒星の集まりとして、銀河がいるわけなんですが、実は恒星以外にもですね、宇宙を構成しているもの、宇宙を、成り立たせているものというのはですね、あります。ここに書かれている通りですね、小惑星、あるいはその、衛星、水星といった、そういった太陽系内のですね、ものもあれば、あとさらにその星というよりはですね、もう少し固体の微粒子と呼ばれるような、もの。これはもう本当に石ころから、あるいはその、目に見えないサイズのですね、数ミクロン、あるいはその、さらに数ナノメートルというぐらいのサイズの、固体微粒子まで含んでいるものが宇宙空間には漂っています。で、これ以外にもですね、分子ガス、原子ガス、電離ガス、あとは、その高エネルギー粒子などですね、様々なこの物質で宇宙が構成されているんですが、今日のお話ではですね、この、特に固体微粒子の部分ですね、星間ダストというふうに呼びますが、ここの部分に着目したですね、お話になります。実は宇宙空間のですね、星間ダスト、これはどういうふうに我々が研究の対象としてですね、知ることができるかというとですね、実はこの宇宙空間にあるダストというのはですね、主に恒星からやってくるですね、紫外線という光子を受けてですね、温められて、そこでですね、恒星よりはですね、もう少し温度が低いものとして、宇宙空間を漂っています。我々が目にするですね、太陽というのは表面温度が5000度とかですね、6000度といったような温度になりまして、で、明るく輝いている星々ですね、それは数万度ぐらいの表面温度を持った恒星というのもたくさんいますが、そこの温度からですね、はるかに低い温度、我々がある意味その生活をしているような温度ですね、温度をとっているものというのが実はこの星間ダストというものになります。大体ですね、物質というのは2000度とか3000度ぐらいになるとですね、蒸発というかですね、
蒸発してしまうわけなんですが、まあこの、炭素質あるいはその石膏のようなですねガラス計算円のようなものというのはですね、まあ宇宙空間の中に、数百度から数、まあ、千度ぐらいの温度でですね漂っていまして、まあ、それらがですね、実は宇宙の中の、生還物質の一因としてですね存在しています。でここで書いている通りですね、まあ、紫外線で温められて、ある温度に到達して、その温度が、まあ、先ほど言ったあの数百度という温度なんですが、まあ、そういう温度にいるものはですね、実は赤外線という波長で、非常に詳しく調べることができます。まあ、我々が目にしている、可視光という温度はですね、まあ、数千度ぐらいの温度のものに対して、まあ、最近だと、いろんなビルの出入り口でですね、サーモメーターというのが設置されていて、まあ、我々の、まあ、人間のですね、体温を、まあ、検知したりですね、する目的でいろいろ使われていたりしますが、まあ、そういうその我々の体温のような温度ですね、数十度から数百度といったような、温度で光っているものが実は赤外線になるわけです。波長で言うとですね、まあ、可視光よりはもう少し長い波長を持ったものになりまして、まあ、可視光がその300ナノメートルから700ナノメートルというぐらいの光でしたら、それよりもう少し長いところですね、700ナノメートルから、まあ、500マイクロメートルとか300マイクロメートルとか、そういった波長域の光が赤外線というふうに呼ばれています。で、先ほど申し上げた宇宙に存在しているですね、星間ダストというものがどういうふうな放射を、狙うかというとですね、こちらに示しているのがアカリ衛星という赤外線の衛星で捉えられた、我々の、天の川銀河の中の星間物質 の、赤外線スペクトルのデータになっています。先ほども言いましたように、数十度から数百度ぐらいで暖かく温められているダストというものが担っている熱放射がですね、実はこの遠赤外線から中間赤外線にかけての波長域を担っているということに加えてですね、実はちょっとよくよく見るとですね、お気づきになる方もいるかと思うんですが、この3ミクロンからですね、だいたい20ミクロンぐらいにかけて非常に特徴的な、なんか放射の構造がですね、見ることがわかります。これはですね、実は1970年代に初めて知ることができた未導低赤外バンドとそれ以降呼ばれているものになっているんですけれども、これはですね、その我々の天の川銀河だけでなくてですね、さまざまな銀河の中の星間物質の中に、観測される特徴としてですね、まあ、1970年代以降、発見されて以降ですね、いろいろな研究がなされてきました。で、非常に面白いことに、実はこの未導低赤外バンドというのはですね、この3ミクロン、あるいは18ミクロンとか11ミクロンの場所にですね、まあ、バンドの構造を持っているんですが、実はこの波長というのがですね、構成している、カーボンとハイドロジェンから担われているですね、まあ、その脱走のですね、中に含まれているカーボンとハイドロジェンの、まあ、構造の存在というのとうまく対応しているということがだんだん分かってきました。ここの面白い点は、まあ、その宇宙空間の中にですね、広く存在することが確認されつつあるこの未導低赤外バンドというのの担い手が、まあ、ある意味その有機物とですね、非常に関わっているということが、知られるようになってきたわけです。1980年代以降ですね、まあ、赤外線の宇宙からの赤外線の観測というのが可能になりまして、でそれ以降ですね、3ミクロンから、まあ、20ミクロンの波長域というのが、まあ、大気に妨げられることなくですね、宇宙からまあ観測されるようになってきたんですが、まあ、こういうその、観測技術の進展に伴ってですね、ますますこの、未導低赤外バンドというのが宇宙空間のさまざまな天体に、まあ、観測されてですね、しかもそれが何らかその有機物と関係しているという非常に面白いことがですね、まあ言ってみればその宇宙空間には有機物が非常にたくさん存在しているということがだんだんわかるようになってきました。ですがこの実はその実際の有機物の正体というのを知ろうという試みは実は1970年の発見以降ずっと続いてはいるんですけれども、なかなか結論というかそれが出ずにですね、今に至るというのが実際のところです。つまりその担い手の中にですね、カーボンとかハイドロジェンというのが含まれているということはだんだん分かってはきているんですけれども、それが実際にどういう物質、我々が実際に日常的に接しているような物質の中でどういった物質に近いのかとか、まあ、そういった情報方がですね、なかなか分からない状態っていうのがずっと続いてました。
で、まあ、1980年代以降ですね、実は世界的にこういうその問題に対してですね、解決が解決のためのですね、研究がなされてきたんですけれども、実は日本でもですね、実験天文学というアプローチで、こういうその宇宙に存在しているですね、有機物の姿を知ろうという試みで、実験室の中でなるべくそれと近いその赤外線のですね、性質を持った物質というのを再現してやろうという試みというのが、実はかなり精力的にですね、続けられてきました。で、非常に最近の研究からもですね、実はその、この実験装置が示しているのがですね、この左側に示しているのが、その、有機物を模擬する実験、模擬するそのダストをですね、合成する実験装置なんですけれども、まあ恒星の周りで、そのまあ後でちょっとお話しますが、恒星の周りでこういうそのダストができるプロセスというのをですね、なるべくまあ再現してやろうということで、まあメタンガスであったりですね、あるいは炭化水素、あるいはその他に炭素と水素以外の物質ですね、具体的に言うと窒素であったりというのをいかにその入れ込んでやって、その観測されるですね、赤外線と近い性質を持った物質というのを作れるかという研究をずっと進めてきました。ここの右側に書いてあるのはですね、それの中のだんだん成功例に近づいていってですね、宇宙に観測される、赤外線の構造とですね、似たようなものを持つ物質をだんだん作れてきている過程の中でですね、得られたスペクトルなんですけれども、その中でですね、まあ、先ほどその炭素と水素が入っていることが重要ということを言いましたが、それ以外にもですね、実は窒素が入っていることというのも重要な要因であるということがよく分かってきまして、そうするとますますですね、宇宙に存在しているあるいは観測されている、未導定赤外バンドというのがですね、より複雑な有機物であるということがですね、だんだん分かるようになってきました。はい。で、ですね、今その宇宙に存在しているその星間有機物というものがどういう物質であるかというのを知ろうとする試みについてお話ししましたが、それがですね、宇宙の中でどういう一生を遂げているのか、つまりどこで生まれてどういうふうに、まあ宇宙の中でですね、まあどういう場所に最終的に行き着くのか、それで最終的にどういうふうに宇宙の科学的豊かさという観点でですね、どういう役割を演じるのかというのを、まあ、探る研究というのがですね、面白いテーマになります。こちらに書いているのはですね、実は恒星の一生と宇宙の科学進化というのを模式的に表した図になります。実は宇宙はですね、最初にビッグバンでできた当初というのはですね、ほぼ水素とヘリウムだけしかない世界だったわけなんですけれども、そこにまあ初代星ができてですね、で星が一生をこう過ごす過程でですね、実はその構成の中で重元素というのはまあその水素とヘリウム以外のことを天文学では指して言うわけなんですけれども、それらが作られてですね、まあ宇宙の中にですね、重元素がだんだん増えていくという、まあ天文学ではですね、まあ科学進化というふうにそれを呼ぶわけなんですけれども、まあそういう歴史がどんどん蓄積されて、今の化学的に豊かな宇宙が存在します。具体的にどういうふうになっていくかというとですね、最初そのまあ水素とヘリウムだけだった宇宙ではあるんですけれども、分子雲というところでですね、ごめんなさい、そのガスがですね、最初はその原子ガスなわけなんですけれども、それが収縮していってですね、まあ星の原材料となって、まあ、星が誕生するわけです。で、実際に星が誕生するようになると、その中で重元素の合成というのが行われて、まあ、星の中にですね、だんだん重元素が溜まっていくわけなんですが、今この左回りのルートはですね、非常に重たい質量の星の一生というかですね、それを向きを考えていまして、カーソルが見えてる、中心部分からですね、左回り、それで上に戻っていくような循環の図をちょっと見ていただきたいんですが、
星がですね、主系列星といって、水素を燃やし尽くしているような状態っていうのが過ぎるとですね、赤色巨星という非常にですね、その外層が膨らんだような星の状態になります。でそれがですね、大質量星の場合だ と、最終的には超新星爆発というものに至って、星の中で作った重元素をですね、宇宙の中に撒き散らすということが、行われます。でそれによってですね、星と星の間に重元素を含んだ、物質、星間物質ですね、が撒き散らせて、その中でですね、実は一部はダストという固体の中でですね、取り込まれた状態で宇宙の中をどんどん汚していくというか、宇宙の中をどんどん豊かにしていくというふうなサイクルになります。で一般的に大質量星というのは寿命が非常に短いので、一番最初に宇宙の中でそのおそらくダストというものを作って、宇宙の中をこうどんどん汚していったのは、こうしたですね、大質量星の、進化のプロセスだろうというふうに考えられています。で一方でですね、この右回りの方、右回りというか右側の方のプロセスですね、これは大質量性ではなくてですね、中小質量性の、たどる道を示しています。主系列性から赤色巨星になるまでは、ある程度共通した進化であるとして、その後ですね、惑星上星雲、あるいはその新星という形でですね、宇宙空間の中で、いろんなものを撒き散らすイベントというのを経験します。でここからですね、少しだけちょっとここで今紹介したような、その終焉期を迎えるですね、星の周りでどういうふうにその物質が作られ、星の中のですね、合成した重元素というものを使ってどのように、物質が作られ、宇宙を豊かにしていったのかというのをですね、観測という手段を使って少しちょっと探ってみる結果を紹介したいと思います。はい、こちらはですね、左側が実は超新星という現象の周りでですね、観測されたダストの形成の、様子になります。超新星というのはですね、実は銀河の中で100年に1回起こるか起こらないかという、非常にこう珍しいイベントではあるんですけれども、実際に起こるとですね、非常にこう地上からでもですね、発見されるような明るい超新星というのも、年に何回かですね、見つかっています。この左の天体はですね、25メガパーセク、つまりですね、これ光の距離で言うとですね、おそらく多分数百万年かなに、かかるような距離に、存在している天体なんですが、はい、で、このですね、ちょっと水かなんかってあります。ごめんなさい。ですね。この天体はですね、ごめんなさい。すみません、ごめんなさい。この天体はですね、あかり衛星という衛星を使って捉えたデータに基づくものなんですけれども、非常に運がよくですね、2006年、2007年のタイミングでですね、衛星が上がっている間にですね、うまく爆発してくれた衛星になっていまして、すいません、失礼します、申し訳ないです、ありがとうございます、すいません、失礼しました。ダストを形成している瞬間というのを捉えられた非常に珍しい現象になっています。つまりダストが先ほども言いましたように、超新星というのはですね、大質量星が終焉を迎える現象になっていまして、で大質量星は一番最初にですね、寿命が短いためにですね、一番最初に宇宙空間の中に物を撒き散らされる撒き散らすことができる現象ですので、これをですね、捉えられたということで、面白い結果が得られました。で一方でその超新星爆発のですね、一歩手前の現象というので、ウォルフラー衛星とかですね、あるいは LBV といった現象があるんですが、これはですね、実は我々の太陽系の中にもですね、いくつかそういった時期にある天体というのがありまして、
かなり近い場所ですね。あの光の、まあ、速さで3000年とかそのぐらいの遠さのところに存在しているあの、天体なんですけれども、まあ、その、近さゆえにですね、実は8メートルクラスの望遠鏡というのを使うと、その脱素があのどんどんできていっている瞬間というのをですね、実際にあの、調べることができます。これあの、観測データとしてはあの3回の観測に基づくのをちょっとアニメーションのように示しているんですけれども、2010年、そしてあの2010年の7月、そして2011年の6月というあの3つのエポックを撮っているんですが、この作られた脱素がですね、だんだんこうやって広がっていっているのがあの観測できるようになります。なのでまあこういったその実際にできているあのまさに今できていっている脱素というのを、まあ、こう8メートルクラスの望遠鏡を使うとですね、まあ、こう調べてやることができまして、あのまさにですね、ここ数十年間の間にですね、中間赤外線の、まあ、大型望遠鏡のでのですね、観測というのが進んだおかげでですね、あのこういうその脱素形成を起こしている姿というのを実際にリアルタイムで見ることができるようになりました。でこれはですね、大質量性ではなくて、もう少し中小質量性の、脱素を形成している現場の姿なんですけれども、この、天体ではですね、新星と呼ばれるあの天体になっておりまして、でこれはですね、同じく我々から数千年ぐらい光の速さで行った時にかかる場所にあのいる天体なんですけれども、非常に運がよくですね、爆発後ですね、数千日間にわたってですね、観測を行うことができまして、こちらで示す通りですね、だんだんそのダストがですね、広がっていっている様子というのが分かりました。最後のエポックになるとですね、実はダストの形がこう放射状にですね、2つ極方向にこうなんか広がっていっているようなものが見られまして、まあ、こういうその空間分解をしてですね、脱素が実際にできていっている様子というのをですね、きちんと捉えるようになれたというのは本当にごく最近のですね、8メートル望遠鏡クラスの望遠鏡で初めて成し得たですね、成果となっています。でこちらの実はちょっと右側の方にですね、少しその、 赤外線のスペクトルの絵というのをですね、示しているんですが、これをよく見てみるとですね、すごく単調な形というのは実際はしていなくって、ちょっとデコボコしたですね、スペクトルの形状がしているんですが、実はこれをよく分析してやるとですね、この赤外線を担っているダストのですね、大丈夫です、ありがとうございます、赤外線を担っているダストの組成がですね、ある程度分かってきます。こちらのですね、ちょっとデコボコしているラクダのコブのようになっているのですね、実はシリケートという石ころの成分があるということが分かりますし、まあ、そのこういったデコボコした成分がないのはですね、おそらく多分カーボン、具体的には多分アモルファスカーボンといったようなですね、ものがになっているんだろうということが分かります。であとよくよく見るとですね、このこれポインターがないかな、すみません、なんか出てこないですね、すみません、11ミクロンぐらいのところとですね、まあ、8ミクロンぐらいのところに実はちょっとデコボコとしたコブがあってですね、これは先ほど言っていた実は未動体赤外マンドというのと波長が似たような場所にですね、こうなんか構造があるということが分かりまして、実はこの新星の周りでもですね、先ほど言っていた有機物というのが、まあ、こうできていっているというのが分かる、分かりました。でこのようにですね、まあ、終焉期を迎える星のところでですね、ダストが形成し、そしてまあものによってはですね、星間有機物と呼べるような物質がですね、できていっているというのは非常にまあこう実際にその観測データとしてですね、得られるようになったのは面白い成果が出始めています。でこれはその大型のですね、8メートルクラスの望遠鏡であったり、あとは宇宙の衛星の赤外線の衛星観測というのがですね、
実現したことによって、まあ、できるようになった、非常に最近ですね、できるようになったことに該当します。で、今ここで示しているのは、その先ほど言ったその有機物の一生を考えたいなというその研究テーマの中でですね、まあ、その作られる現場の場所については、先ほども言ったその新生の中でのですね、ダスト形成というので、 ある程度その観測的に分かってきたんですが、実はそういったその恒星の周りでできる有機物というのと、我々例えば隕石の中からですね抽出されるような有機物というのがどういうつながりがあるのか、本当に進化の上での関係性があるのかないのかということはですね、最近のですね研究テーマの中でも非常にまあこう重要なですねテーマになっています。で、我々はですね、実はこういうテーマでですね、星間物質の中の特に星間有機物ですね、星から星で作られる有機物っていうのと、まあ、太陽系有機物のですね間に、太陽系有機物というのは、まあ、我々を含めてですね、まあ、宇宙の中で、まあ、宇宙では太陽系の中で、例えば隕石物質中に含まれている有機物であったりというものを指すわけですが、これと、まあ、どういう関係があるのかなというのを、まあ、探る実験というのをぼちぼち始めています。これはですね、実は国際宇宙ステーションのですね、暴露実験装置、希望実験棟につけられている暴露実験装置のエクサームというのを使った実験になっているんですけれども、まあ、実は国際宇宙ステーションは軌道としては我々の地上をですね、数百キロメートル、まあ、300キロメートルから500キロメートルの間ぐらいなので、まあ、完全なその宇宙空間というにはですね、まだまだいろんなその地球由来、あるいはその太陽系由来のですね、いろんなものを含んでしまうわけなんですけれども、我々がアクセスできる宇宙空間としてはですね、非常にこうユニークで重要な場所になっています。で、我々はこういう場所を利用してですね、実験室で作ったその星の周りでできた有機物を模擬する有機物をですね、宇宙空間に上げてやって、それが太陽系周辺でどういうその変化を遂げるかというのをこう探ってやる研究というのを始めています。で、はい、で実際にですね、これらの有機物、星間有機物、これは実験室で作ったものと隕石中からですね抽出される有機物というものの間に関連性がもし示されたとするとですね、先ほどのこの星間有機物の一生というものの中で、まあ終焉期を迎えた星を起源とするですね、星間有機物というのが、まあ、長いその宇宙空間を旅してですね、これはどういうふうにその守られるか、守られながら壊されずにですね運ばれるかということは調べなければいけないわけなんですけれども、それがもしかするとその太陽系の有機物ともですね関わりがあるかということをですね調べることができますし、あるいはそれがもし従来から考えられているですね、その分春の中で、高度な有機物がだんだんこうできていくというプロセスと比べて、より効率的なのかそうではないのかということをですね、知るということは非常に重要な試みだというふうに考えています。はい。で、今ちょっと申し上げた通りですね、最近ここ数十年間の間にですね、赤外線の観測技術っていうのはもちろん進歩していますし、一方でその実験という観点でもですね、だんだんその我々がアクセスできる現場が、まあ、実際の実宇宙空間というのに広がっていっています。ロケット実験であったりですね、これ左側はロケット実験の絵なんですが、であったり、あとは先ほど申し上げたその国際宇宙ステーションを使った実験であったり、あるいはその、地球科学ミッションのですね、まあ、はやぶさであったり、はやぶさ2というミッションが成し得た、その実際に物を取ってくるということをですね、含めると、我々が実宇宙空間を実験場としてですね、ちゃんといろんなものを調べることができるという環境が整いつつあります。で、一方で、先ほども言いました通り、ここ、
数十年間の間にですね、8メートル級の地上望遠鏡であったり、あるいはその将来計画まで含めるとですね、30メートルの望遠鏡を建てようというその計画もあり、地上の望遠鏡計画もありますし、2002年に日本が打ち上げたそのあかり衛星をはじめですね、非常に最近の、ミッション検討の中では、そのアメリカがですね、検討している6メートルクラスのですね、冷却赤外宇宙望遠鏡のプロジェクト、オリジンズというプロジェクトなんですが、こういうその赤外線のですね、衛星観測の発展というのがですね、非常にここ数十年間の間でさらに期待されるものになっています。でこうするとですね、大きい望遠鏡になると、先ほども言いましたように、その宇宙空間の実際の変化がですね、本当に空間的な変化として、あるいはその時間的な変化として、もう従来はまあ静止画のようなものでいろいろ議論していたものが、動画のようにですね、撮れていくと、実際に広がっていく様子が分解できる、実際に恒星の周りのものが分解できて見えるという状態になりますので、ある意味その宇宙空間全体がですね、観測と言いつつも、実際に実験室、抗議的な意味での実験室にという広がりを持ってですね、進化していっています。ここに示すのはですね、その赤外線の衛星の歴史というかですね、それと将来のプロジェクトについていくつか書いていますが、日本ではアメリカ、ヨーロッパでですね、実は1980年代以降ですね、その赤外線の衛星のプロジェクトというのが実際に始まっていったんですが、日本では1995年にですね、IRTS という衛星、これが打ち上がることによってですね、初め、これは20センチの比較的小さい口径の望遠鏡ではあったんですけれども、近赤外から遠赤外にかけてもですね、初めてのその衛星の宇宙望遠鏡としてですね、プロジェクトとして成立したもので、そのより本格的なですね、赤外線宇宙望遠鏡としては2002年にあかり衛星という衛星がですね、日本が打ち上げまして、これも近赤外から遠赤外にかけてのですね、赤外線の観測データをもたらすとともにですね、特にその遠赤外機に関してですね、従来1980年代にアイラスという衛星で行われていたその前天のサーベイですね、前天の宇宙の赤外の地図を作るということを、格段に良い精度でですね、更新した衛星になっています。で最近ではですね、実はアメリカが JWST、 そしてローマンというですね、望遠鏡に次ぐ次のミッションとしてですね、実は3つ、オリジンズと、あとルボア、あとハベックス、あとはその X 線の方でリンクスというですね、ものがあるんですが、この4つの中からどれかをやろうということでですね、ディケーダルサーベイというものを枠組みの中で、ミッションを選定するプロセスを行っています。でまさにここを、数ヶ月の間にですね、多分どれをやるかという結果が出てくるんですが、もしですね、この中で、ここに書いてあるですね、光赤外範囲のですね、望遠鏡というのが、選ばれるものになるとですね、我々が、遠赤外から、あるいはその近赤外、どこの波長なのかもちろん分かんないんですけれども、それを通じてですね、新たな、観測ツールというのをですね、得ることができるようになりまして、ある意味その人類がですね、長年抱えている問い、これは一番最後に、最後というかで、最初にちょっと掲げた問いなんですけれども、これに挑むことができるですね、ツールを手にすることができるというふうに考えています。最後になりますが、この3つの問いはですね、実はアメリカはですね、1980年代頃からディケーダルサーベイという枠組みの中でですね、いろいろミッションを検討していったわけなんですけれども、この中でずっと脈々とですね、受け継がれている問いになっています。先一番最初に言いました通り、この特にこの2つ、最後の2つはですね、天文学に限らずですね、いろんなありとあらゆるアプローチで、人類がですね、取り組むべき
質問というかですね、問題になっています。で、まあ、これらにどういうふうなアプローチで、まあ、答えを導いていくかというのは、もう本当に無限の可能性がありますし、実際に天文学という枠組み一つをとってもですね、今日お話ししたような方法もあれば、それ以外のさまざまな方法でですね、こういうその問いを、答えを見つけていくというのが、まあ、現在の天文学になっています。ですので、おそらくですね、今こここの講演を聞いてくださってですね、高校生の皆さん、あるいはもっと若い世代の皆さんがですね、いらっしゃればですね、実際にこの数十年後というタイミングでもですね、実はこれ1980年代からずっと本質的な質問であり続けていて、まあ今もですね、もちろん全部が解決されているわけではなくですね、まあこれの質問の中のさまざまなですね、観測するためのツールっていうのがどんどん増えていって、どんどんですね、分かっていくことが増えていく一方ですね、分かんないことも未だにずっと残り続けています。なので皆さんがこう数十年後ですね、どういうミッションに関わるかということは本当に無限の可能性がありますが、その中でですね、こういった問いを答えていけるような興味を持った方がですね、どんどん興味を持って入ってきてくださることを願っています。これを結合とさせていただきます。どうもありがとうございました。佐久間先生、発表の方ありがとうございました。ここからはですね、質疑応答の時間とさせていただきますので、佐久間先生、次のページの QR コード、こちらから質問を受け付けていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。私は、東京大学大学院理学系研究科天文学専攻修士2年生の道藤が、質問を選び、いろんな質問から選んでですね、先生にお答えいただきたいと思いますので、皆さん質問の方よろしくお願いします。まずはですね、天文学を専攻するきっかけとなった経験等はありますかということでお答えいただければと思います。はい、ありがとうございます。これ私の経験ということなんですね。もちろんその非常にですね、宇宙での仕組み、あるいはその最初に掲げたですね、実は3つの質問というのは、まあこれはもちろん NASA のサイエンステーマとして文字を拾ってきたわけなんですけれども、まあ昔からこういったそのことを考えるのは非常に好きでした。なので、まあどういうアプローチでこういったものに挑んでいくのかなというのは、僕自身いろいろ興味は多角的にですね、持ってやってきたつもりなんですが、まあ、やはりですね、自然科学という枠組みの中でそうした問題に答えたいなということを思い始めたのがですね、まあ、やっぱり中学生高校生ぐらいの頃からですかね、になっていまして、まあ天文学か、まあ、例えばその宇宙工学というですね、そういうどっちの方が自分に適しているのだろうというのを悩んだ時期というかですね、それはありましたが、まあ今となってはですね、天文学というアプローチでこういったものに応える機会に恵まれたことにはですね、非常に良かったなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。続いての質問いきたいと思います。続いての質問ですね、超新星爆発で撒き散らされる物質は元の恒星の質量の何パーセント程度なのでしょうかという興味があると思います。で、多分質問の発端としては、もしそのあまりこう撒き散らされないとしたら、結構撒き散らされるとしたら、仮に我々の太陽が爆発したとして、その後新たな恒星に生まれ変わるような可能性あるのでしょうかというような興味があると思います。はい、お答えいただければと思います。非常に面白いというか重要な質問ね、ありがとうございます。まあ超新星といってもですね、実は星のサイズというのは本当にまちまちです。一番よく知られているというかですね、超新星にもいろんなタイプ分けがあってですね、一つ基準となる質量がありまして、太陽質量のですね、8倍より重いか、あるいは軽いかということによって、まあ、大質量性の進化になるか、あるいはその、中小質量性の進化の方に近いかというのが変わっていきます。一部タイプ 1A 超新星というのは 8太陽質量より小さい場合でもですね、超新星爆発に至るんですが、基本的には8ソーラーマスよりも重い星というのが、進化を遂げて最終的に超新星になります。ですが、その場合ですね、実はその、超新星爆発を起こす過程でですね、その持っている質量のうちの大半をですね、結構すでに撒き散らしていると。で、最終的にその爆発するタイミングの時で、
まあ、あの何パーセント具体的にちょっと数字をですね、何パーセントというふうに答えるのは難しいんですが、まあ、ある意味ですね、大半と言って良いと思うんですが、大半の物質はですね、撒き散らされます。で、その中にですね、実は中心部分で作った重元素というのがある程度その含まれたりもしていてですね、で、超新星爆発自体が起こってしまうと、まあ、ほぼ全部の質量が撒き散らされる場合もあれば、あるいはその、ニュートロンスターとしてですね、一部がその、中性子星となってですね、残るようなプロセスもありますので、ちょっとまあ様々な質量が飛ばされるということがあるかなと思います。で、それが我々の太陽系というか新たな太陽系のものに寄与する可能性があるかという話でしたっけ。もう一つは太陽が例えば死ぬときにこう、はい、物質を撒き散らして新たな星に生まれ変わる可能性はあるのかという。はい、実は超新星残骸というのが観測されているものがあってですね、で、その超新星残骸がどんどん広がっていくとですね、その掃き集められた場所のところで密度が高い場所ができると、そこで次の世代のですね、星形成というのが起こっている様子というのもですね、観測されています。一つの超新星でできるか、あるいはそのもう少しその大質量性のクラスターみたいなところでですね、そういう超新星で飛ばされたものというのがより掃き集められて密度の高い場所ができて次の世代の星形成が起こるというのがあるわけなんですけれども、まあ、その後者の方ですね、それは実際に観測されています。2世代そして、まあ、運が良ければ3世代のですね、星形成というのが観測されるケースもあるというふうに考えています。はい、ありがとうございました。質問の方はあと8分9分ぐらいなんですけれども、非常に多くの質問いただいておりますので、全ての質問にはお答えできかねます。ご了承ください。じゃあ続いての質問いきたいと思います。話題のベテルギウスについてお話を聞きたいですということで、よければお話を聞かせてください。はい、ベテルギウスはまあ非常に、まあ我々が馴染みの深いもちろん星ですし、実際にその、まあ、爆発に至るとですね、まあ、その例えば昼間であってもこう見える可能性があるということで着目されているものなんですが、まあ、そうですね、私の知る限りでは、まあ、ちょっとまあなんか異常というかですね、その変化が起きているということが実際に観測されていますし、それがただその超新星爆発あるいはその爆発現象に至る変化と結びつくのかどうかということについてはですね、すいません、多分詳細なですね、はい、分析が必要かなと思います。なぜそこら辺のですね、爆発直前にどういうメカニズムでどういうふうに超新星が爆発するか、あるいは星がそういう爆発現象に至るかというのはですね、まあ、理論的なその、例えば理解というかですね、提案は あるわけなんですけれども、実際にその我々がですね分析して観測データとして導いた結論というのはやっぱり非常に少なくというかほとんどなくってですね、というのは、まあ、こう観測技術というものの進展の時間スケールは先ほども言いました通り数十年というここ数十年の大きな発展のわけですが、その星のまあ最後のまあ例えばウォルフラ衛星であったり、あるいはその LBV であったりという、まあ、そういうその超新星爆発の直前のフェーズですね、それも一声で言うとやっぱり数千年から数万年というそのいろんな不定性がある話ですので、なので今どの場所どのタイミングの現象を見ているのかというのについてはなかなか今日爆発するのか明日爆発するのかというのは難しい話なのかなというふうに思っています。すいません、あんまりちょっと回答になってなくて申し訳ないです。はい、ありがとうございました。じゃあ続いての質問いきたいと思います。デモワークいろんな分野ありますけど、先生ご自身の研究テーマ以外でですね、今注目している研究だったり興味がある論文などありますかということで。はい、本当に
何がどう結びつくのかというのが分からないというかですね、あれなので、もう本当に全ての研究成果はですね、どう自分の研究あるいは自分の興味に結びつくのかは分からないということもあって、すごく興味深くですね、ずっと考えてはいます。で、やはりですね、今いろんな技術の進展とともに、特に、例えば系外惑星の観測ですね、そういったのは本当にその太陽系外にですね、例えば地球のような生命を育むですね、ものがあるのかどうかというのは、それは非常に興味がありますし、で、こういったその有機物ができていく過程の、研究をちょっと今日紹介したんですけれども、そういったのと、結びついていく研究であります。で、一方で系外惑星だけでなくですね、遠方銀河の観測の部分にもですね、実はその先ほども言いました通り、超新星のようなですね、一番最初に有機物を宇宙に撒き散らした天体は誰だという、そういう興味の観点からもですね、そういうそのどの銀河に初めてこういうその例えば微動程赤外バンドであったり、あとその有機物のシグナルというのが捉えられるかという観点もすごく着目しています。なので本当にですね、何が研究を実際にやってみると何がどう自分の研究と結びつくか分かんないので、そういう意味では本当に全てのチャンネルにですね、広く興味を持っています。はい、ありがとうございました。続いての質問いきたいと思います。将来天文学の研究をしたいと考えているのですが、研究で生活をしていくことはどれくらい難しいことなんでしょうかということで、これ多分、どれくらい大変なのかなというような質問だと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、研究に限らずですね、これはちょっと僕の考え方というかあれかもしれないですが、もちろん研究に限らずですね、いろんな環境の中ですごく大変なことというのはどういう仕事でもあると思います。で、ただし研究をやっていく上でですね、一つ自分のその性格とか、あとはそのやっていく手法とですね、どのぐらい合ってるのかというのは本当になんか自分のですね、性格やあとその生き方であったりというのと関係してくるかなというふうに考えています。具体的には研究というのはですね、自分で何かを正しいことを見つけ出して、それを解けた時が、あるいはなんかその解決に向かえる兆しが見えた時にですね、非常にやりがいを感じますし、研究やっていてよかったなと思う機会が多いわけなんですけれども、その時間スケールはですね、非常に長いことが多いです。一方でその研究以外の道でですね、いろいろそのもう少し自分が努力したことが短期的にこう成果と結びついて自分のフィードバックとしてこう把握できることというのはあるかと思うんですけれども、そういう方が自分がどんどんポジティブでいられるかなという、そこの部分をですね、ぜひご自身のですね、性格と合わせて考えていただくのがいいかなというふうに考えています。はい、ありがとうございました。続いての質問いきたいと思います。超新星爆発によって重い元素が作られるとのことでしたが、どれぐらい重い元素が作られるってことですね。今人工的に結構元素が合成されていると思うんですけども、それぐらい重い元素が作られる可能性はありますかという話です。よろしくお願いします。すいません、一番最新のというかですね、正しい情報については、ちょっと調べて、いただくか、あるいはちょっと僕もちょっと調べてみたいなというふうには考えているんですけれども、一つはその鉄っていうのは、一つ重要な、元素になっていまして、鉄までの、重さの元素というのはもちろん作れますし、ただそれ以上の上の、元素を作るにはですね、例えばニュートリノの、物理機構であったりですね、そういったものがどんどん理解されていかないとですね、理解はできないのかなというふうに考えています。なので、その答えを出すのもですね、非常に重要な研究テーマだというふうには思ってますし、もしかするとちょっと僕が分かんなくてですね、本当は答え出ているけれども答えられてないだけかもしれないので、ちょっとぜひ調べてみてください。すいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続いての質問はいきたいと思います。宇宙空間で人を必要とする実験の場合、その実験は宇宙飛行士に託すのですかということで、先ほどISS の暴露実験とかの話があったと思うんですが、その関連でこの話ですね、よろしくお願いします。今のこの実験についてですかね。その意味で言うと、実際の
取り付けの部分ですね。ここは、ですね、どっちだったかな。こっちの、これか。ここの写真に書いてありますとおり、この真ん中の写真ですね、これ実はあの ISS の船内 の、 あの取り付けの様子なんですけれども、まあ、ここはですね、ISS の中のクルーにですね、お願いして作業してもらっているところです。で、その隣に書いてあるのはですね、その取り付けたものを船外に出す時の作業なんですが、これは実はロボットアームで、行ったものになります。ですので、まあ、ただこのロボットアームを組み立てるときは、昔日本人の宇宙飛行士もですね、参加したように、まあ、こういうその船外作業というのをですね、やっていることもあるかと思うんですが、今はその船内で何かを準備してそれを船外に出すというのはロボットアームでやっているという状況です。はい、ありがとうございました。それではですね、最後の質問となります。これにて質問の受付は終了いたします。多くの質問ありがとうございました。はい、じゃあ最後の質問は、まあ、赤外線で我々の常温が明るいというような話があったと思うんですけれども、そういった測定の際に地球からの輻射の影響はあるのでしょうかというお話です。よろしくお願いいたします。はい、すごくいい質問だと思います。もちろん地球、衛星の場合にはですね、地球光、まあ、もちろん地球からの熱輻射あるいはその赤外線の放射というのは、避けなければいけないので、まあ、その衛星の前にですね、まあ、シールドというのをこう設けて、そのまずは太陽からの熱輻射を避けるということをやるとともに、地球の方についてもですね、地球の方は向かないということであったり、姿勢の方で、まあ、いろんな制約を設けてですね、地球の光が漏れ込み、地球光が観測データの中に入らないようなですね、試みというのは行われています。で、それ以外にも実際には望遠鏡自体のですね、熱輻射、こっちも効いてくることになりまして、だからこそですね、先ほども言いましたオリジンスペーステレスコープとかですね、あるいはその日本が計画していたスピカミッションとかもそうなんですけれども、望遠鏡自体をマイナス270度ぐらいまで冷やして、その赤外線を、自分たちが放つ赤外線を減らす試みというのがなされていまして、これが非常に重要なプロセスになっています。はい、なので、そうですね、冷却技術あるいはその冷却宇宙望遠鏡というのはですね、まさにその赤外線の観測にキーワードとなっているですね、ことになっています。はい、ありがとうございました。これにて、質問コーナー終了したいと思います。多くの質問ありがとうございました。ありがとうございました。